に挑戦するコーナーです。今日はまた素敵な方をお迎えしました。河合園子さんです。どうもおはようございます。おはようございます。どうぞどうぞ。まあね、今日ちょっとあいにくの曇り空になってしまいましたけれども、はい、河合さんはゴルフの方はどうですか？結構3年ぐらいやってて、でコースに出たのが10回いないぐらい。さて、園子ちゃんのハンデの方なんですが、田中プロどうしましょう？そうですね、まず今回初回なので、様子を見てみることにして、今日はとりあえず3つということで。3つ、ということは先生が例えば4で上がって、園子ちゃんが7だったら引き分けということですよね。わかりました。でもし園子ちゃんが勝ちますと、ココヤマオカより指先のおしゃれを演出する素敵なダイヤモンドリングをプレゼントいたします。そしてもし田中プロが勝った場合は、それと同じものを視聴者の皆さんに差し上げます。さて、こちらのコースなんですけれども、今日は1番ホール340ヤードパー4となっております。ざっと見てみますと、かなり平らで起伏はないんですが、先生このコースはというかこのホールはどこに気をつけたらいいですか？左右に木がちょっとありますので、女性の方でしたらセカンドで木の後ろに持っていかないように真ん中を狙って、真ん中を狙って、あとちょっと左に池がありますので、その辺も注意して。じゃあ早速園子ちゃんからのティーショットです。やっぱりちょっと緊張しますよね、一打ということで頑張っていただきたいと思いますが、レギュラーしてるんですね。ナイスショー、やったー。綺麗に真ん中飛んできましたね。ねえ、本当に今までさ10回しかこう出たことないんですか？ないです20回に1回ぐらいでさ、ああいうのが、負けそうな予感がするんで、視聴者の皆さんにごめんなさいって言わなきゃいけないかな。ちょっと順調ですね。そうですね。そこに見えるのが園子ちゃんのかしらね。はい、そうです。結構いいとこ飛んでますよね。でもなんかマネージャーさんの話によると、ショットよりもパターン逆転があるっていう。すごい下手くそなの。全然センスがないの。だからそっちに私は期待を持った方がいいです。任すことばっかり考えたりして。グリーン上でね、7回とか打つ時があるな。7回もたったんやってたら嫌になっちゃいますよね、やっててね。うん、すごい嫌になる。で、バンカーに入った時が一番嫌だ。ホームランとかしちゃうと。バンカーに入った時は嫌なのもありがとう。え？してんのご飯お願いします。もう嫌なんです。じゃあ、打ちます。いいです。妙に緊張しちゃう。まだまっすぐ、ちょっと左の方ですよね。そうですね。そんな細かいことできないけど、はい、心して打ちます。まっすぐ打ってください。はい。どんまいだわ。いいギター楽しみでね。あ、ナイスショット。あのうちのアップがナイスショットを無理やってなのかもしれない。でもフォーム綺麗ですよね、すごく。なかなかね、やってない割にはこう、いいフォームしてますよね。なんか足開きすぎだって言われたり。開きすぎ？あの、ちょっと腰の回転がなくて横にこうずれるだけで、その足開きすぎでもないし。そうですか。悪くないですよ。先生、もしかしてバーディーチャンスっていう雰囲気じゃないですか？あのね、まだ打ってないですからね。まだ打ってなくて前に行くかもしれないし。どうでか、120ヤードぐらいでしょうか。乗りました。すごい。ほらやっぱりやばいバーディーチャンスないですか。もうこれはちょっとあれでしたね。ありがとうございます。ね。じゃあ私何番こちら来ましたけど、何番でいいのか。9番。9番なんだけど、これは9番。はい。ピッチングないです。あ、3番しかない。すいません。
ます。あ、ナイスショー。ナイスショー。あ、でっかかった。なんか止まれ。あ、止まれ。あ、止まれ。あ、ちょっと大きい。あ、でも止まれ。3、4、4つ。4、4、4回です。4回ですよね。優秀。乗ってたと思ったんですけどね。でもいい方だと思います。わ、すごい。すぐ。こうやってやったらもう入っちゃう。これ入ればね、楽なんですけどね、私もね。どうしよう、私こんな草むらの。これどうしよう、パターンでいきますか。パターじゃいかない。パターじゃない方がいいかな。9番でポンポンと転がしちゃえば、はい。どんないだわ。もう一回やります。そして先生がバーディーで3つ。はい、見事でしたね、バーディーね。そうですね。地味で言ってたりして、まあ、初めての田中プロとの対戦だったわけなんですが、園子ちゃんどうでしたか。まずは1ホール回ってみて。いつもと変わりません。いつもと変わりません。あ、そうですか。でも、まあ、結果的には、8と3で、ダイヤモンドリングは視聴者の方の方に参りますので、ご覧の宛先までどうぞお申し込みください。1名様にプレゼントいたします。田中プロどうでしたか、園子ちゃんの。そうですね、ショットがね、トントンときて、はい、アプローチでね、ちょっとミスしちゃったんで、うん、もったいなかったですよね。一つちょっとざっくりしたのと、もう一回ね、すごいショートしちゃったでしょ。じゃあワンポイントレッスンもう一回やりましょうか。はい、さっきね、園子ちゃんがちょっと失敗したアプローチなんですけども、はい、なぜ失敗したかっていうと、まず静止をしないもんだから、こう素振りを一回して、そのまま静止しないでこう動いちゃうんですよ、下がね。はい、こう下半身が動いちゃうから、今みたいにざっくりやったり、こうちょっとしか飛ばなかったりするんですよね。はい、まず下をしっかり止めといて、決めて止めといて、で肘から下だけ使っていく。この肘から下だけ、はい、ちょっとやってみますね。はい、じゃあいきます。でちょっと打ってもらいましょうか。はい、はい、この視点を動かさないようにして、はい、ここだけでポン。あ、そう、違う違う、こう右手でこうしゃくるんじゃなくて、ここだけで上げてポンと落とすだけ、上げて落とすだけ、上げてポン、そうそうそう、ポンポンと上げて落とす。そうそう、ナイス。あ、やっとできた。ねえ、綺麗に決まりましたね。そうですね、やっぱり、ね、今までこう構え方が良くなかったから、どうしてもこうダブったりこうトップしたりするような構え方で、膝が動くような動きが使えます。今ピタッと止まってましたよね、膝が。そうですね、はい、じゃあお疲れ様でした。じゃあですね、また来週も田中プロに挑戦していただきますので、はい、ぜひ頑張ってください。はい、今日は本当にどうもありがとうございました。